今の時代、セキュリティカメラは町や建物のいろいろなところに設置されていますよね。そんなカメラでしか捉えることができない、とても奇妙な瞬間を今回は厳選して集めてみました。偶然でなければ見られない瞬間を、ぜひその目で見てください。よそ見をしている暇はありませんよ。それは突然に訪れます。男性は歩き疲れたのか、道路の端に座り休憩をとっていました。その時、どこからともなくやってきた野良犬が男性の後ろにピタリとついたかと思うと、予想外の行動に出ます。犬は足を上げて男性の背中に向けておしっこをしたのです。やっと気づいた男性は怒って犬を脅しますが、犬はとっくに逃げてしまいました。宅配便の車が来ました。中から出てきた配達員は、車から荷物を取り出すと、それを小脇に抱えて家へと歩いてきます。荷物はコンピューターのようですが、信じられないことに、この配達員は、そのコンピューターをそのまま柵の中へと投げ入れたのです。そしてその場を立ち去りました。中身はもちろん、壊れてしまいます。監視カメラはその証拠をしっかりと映していました。私たちにとってはただの階段だとしても、この男性にとっては遥かに難しい道のりなのかもしれません。酔っ払いながら階段を降りることは危険です。例えばこの男性のように降りられたとしても転げ落ちるように落ち、あちこちを硬い階段に打ちつけながら降りていくのは最も危険なのです。どうか気をつけてください。アクセサリー店での出来事です。ネックレスを試しに身につけようとしている男性の様子が何かおかしいと店員は直感でわかりました。身につけたまま盗んでしまおうとする男性は、そのまま猛スピードで出口へ向かいます。しかし、店員の方が上でした。ドアはロックされ、男性は外には出ることができなかったのです。そして男性の計画は、すべて失敗となりました。ロシアの真夜中のモールに、ヒグマが姿を現しました。広いモールを全速力で駆け巡るヒグマは、あちこちを暴れながら猛スピードで突っ込んでいきますが、最終的には何も傷つけず、何も荒らさないまま姿を消していきます。これには近所の住人も何よりもラッキーだったと言うべきでしょう。女性の二人組が楽しそうに話をする背後に、何やら怪しげな男性が近寄ってきました。かなりの至近距離まで近づくと、男性は袖の中からトングを取り出し、そのままトングで女性の携帯電話を抜き取ってしまいました。これはとんでもない神業です。しかし、やっていることはただの泥棒ですので、その技術を素晴らしいと勘違いしないでください。朝はやっぱりコーヒーを飲まないと目が覚めないんだよね、と言い出しそうなサラリーマンがコーヒーを片手に歩いてきます。すると、まさかのガラスに正面衝突しました。あまりにガラスが綺麗だったからなのか、男性はガラスに気づいていなかったようです。ぶつかって痛いし、コーヒーでスーツは汚れるし、散々な思いをしてしまいました。白昼堂々の強盗です。大金を手にして猛スピードで逃げていこうとする男性が外に出ようと出口に向かった時、なぜか犯人の男性はガラスに激突して大破してしまいました。犯人はそれがガラスだと思わなかったらしく、全速力で体当たりしてしまったのです。その後の犯人は衝撃のせいで意識も朦朧として結局警察に捕まってしまいました。真夜中の泥棒の逃走で高い塀を乗り越えて逃げるつもりが、うっかりズボンをフェンスに引っ掛けてしまい、それを取ろうと必死に動いているうちに余計に取れなくなってしまいます。この格好で果たして朝まで取れないままだったのでしょうか。何にせよ恥ずかしいミスではあります。泥棒が家に忍び込んで部屋の中を物色しています。すると、それを見ていた家主が気づき、遠方から部屋に電話をかけて、泥棒にスピーカーで話しかけたのです。泥棒たちはすっかり驚いてしまい、大慌てで外へと逃げていきました。この作戦は意外にも有効だったようです。強盗が勢いよく店に入ってきて、店員を脅すために銃を手にしようとしたところ、うっかり銃をカウンターの中に落としてしまい、銃は店員の手に渡ってしまいました。これは痛恨のミスだったようで、そのまま強盗は何もせずに慌てて店を出て行きました。銃を手にした店員は、思わずそんな間抜けな強盗を呆然と見送ったとのことです。友人たちが集まっている中で、そのうちの一人がゴミの山の上に立とうと足を踏み出したところ、そこはゴミの山ではなく、ゴミが山のように浮いている底の深い水たまりでした。
男性は頭までその水たまりに沈んでしまい、慌てて友人に手を借りて這い上がりました。できれば足先も浸かりたくない水たまりに落ちた男性は、その日一番ついていない運勢だったのでしょう。食材を店内で選んでいるボディービルダーがセキュリティカメラに気づきました。彼はなぜかカメラに向かってそのたくましい筋肉をアピールしてきたかと思うと、さらに着ていた T シャツを脱いで本格的にその体を見せつけてくるのです。一体彼は誰にアピールをしているのでしょうか？ボディービルダーはいつ、何時でもその筋肉美を見せる用意はできているのです。人間は後ろに目がついていないのは誰でもわかることですが、それでもできるだけ後ろに何かあるかもしれないと常に気をつけて生活していかなくてはなりません。この男性は後ろにバケツがあることに気づかず、そのまま転倒してしまったのです。夜道を子供が歩いていると、その時子供にぴったりとついてくる車が一台現れます。子供は危険を察知して走って逃げますが、車はしつこく追いかけてくるのです。なので子供は道を曲がったり、走って行って突然振り返って逆へ逃げたりして、フェイントをかけながら車を引き離しました。夜道に子供一人では危険すぎるということですね。かなり酔っ払っている男性が部屋に閉じ込められてしまって、ドアを何とか開けようとしています。体当たりしたり、蹴り飛ばしたりしながら3時間かけてドアを何とか少しだけ開けられましたが、まだ人が一人通れるほどではありません。その時、男性は気づいてしまったのです。ドアの横にはドアを開けるスイッチがちゃんとありました。酔っ払っていると冷静な判断は難しいのでしょう。銀行に強盗が入り、窓口は一瞬でシャッターが閉まりました。何もできなかった強盗は逃げようとしてドアまで行きますが、どう押してもドアが動きません。完全に閉じ込められた強盗は何もできずにいましたが、なぜかそこに一人のおばあさんが銀行に入ってきました。それを見て、強盗は自分の間抜けさに気づいたでしょう。ドアは押すのではなく、引けば開いたのです。会社の上司が女子社員にセクハラをしてクビになりました。その腹いせに、その上司は女子社員の車に卑猥な言葉をスプレーで落書きする嫌がらせをしています。とてもスケールの小さい嫌がらせですが、そのことよりも全く無関係の隣の車にまで落書きをしたのは一体なぜだったのでしょうか。昼間の行動でバイクに乗った青年が歩いていた男性のバッグをひったくろうとします。バッグを離さない男性とひったくりの青年は揉み合いになりますが、男性は自分のバッグを放り投げたのです。そのバッグを青年が拾いに行っている間に、今度は男性が青年が乗っていたバイクを盗んでその場から立ち去ります。この場合、どちらが悪いと思いますか？派手な格好の少女たちが店内に入ってくると、商品をわしづかみにしてそのまま外に出て行ってしまいました。少女たちが盗んだのはキャンディーを3箱分です。一体なぜ少女たちはキャンディーを3箱分も盗んだのでしょうか？この後一体どこへ行くのかはわからないままです。青年たちが集まっている部屋の中に突然ネズミが入ってきました。あまりに唐突なことに、青年たちは子供が騒ぐかのように大騒ぎで驚いて逃げようとします。ネズミもこれにはびっくりして部屋中を逃げ回り、逃げたかったのは青年たちもネズミも一緒だったようです。このドアにある小さな四角い入り口はこの家の飼い猫専用の入り口です。最近この猫は毎日何かしらを加えて家に帰ってくると言います。見張っていると、来る日も来る日も何かしらを加えてきては大切そうに入り口の中へと運んでいくのです。一体何を運んでいるのでしょうか。猫にとってはなくてはならない何かのアイテムなのかもしれないですね。3人乗りのバイクがちょうど少女たちのいる場所に通りかかり、少女たちはそれに乗って先へ行こうと決めたようです。少女たちが乗り込んで、いざ進もうとして進路変更したところ、そのままなぜか方向を見失って、そのまま海へと落ちてしまったのです。なぜこうなってしまったのか、多分誰にもわからないのでしょう。小さめの車が牧場に止まりました。しかしこれは健全な車ではなく、何かを盗もうとしてやってきた車なのです。男性が降りてくると、目に留まったのはなんと一匹の牛で、なんとか車に乗せようと無理やり狭い車内に押し込もうとしています。
牛も嫌がっていましたが、なんとか乗せると車はその後すぐに走り去っていきました。ちょっと無理があると思いませんか？誰も見ていないと思って、ついついだらしない格好をしてしまうことは誰にでもあるとは思います。しかし、それが会社のオフィスとなると、そこにはセキュリティカメラがあることを忘れてはいけません。こんな風に足を投げ出していると、ふとした拍子に椅子からずり落ちて恥ずかしい姿になってしまうのも、バッチリと映ってしまうのです。鶏は温厚な性格だと思っている人はいませんか？実は鶏は見た目と違って結構勝ち気な性格で、人間にそのくちばしで攻撃してくることは当たり前のことだったりします。この鶏も例外ではなく、男性に対してかなりの敵対心を見せていて、戦う準備はいつでもできていると言わんばかりに威嚇していますよね。たかが鶏と思っていると怪我をするので、ご用心を。荷物検査の機械の中がどうなっているのかと誰もが一度は思ったことがあるのではないでしょうか。あの機械の中を通って、突然荷物と一緒に登場してみんなを驚かせたい、なんて思う人もいるのでは？それを実行した人がいました。インパクトはあまり強くありませんでしたが、一応小さな野望は叶ったのではないでしょうか。セキュリティカメラはここに集めた瞬間だけではなく、もちろんあなたの姿もいつでも記録しているのです。もしかしたらこの先、あなたの信じられないくらい奇妙な瞬間を捉えられてしまう時が来るかもしれません。いつだって油断はできないのです。